マーリン役をやらせていただきます。石川善です。そうなんですよね。私あの地毛で行くというふうに聞いてたんですけど、どうやらあのマーリンだけはちょっとあのね、魔法使いみたいなところが浮世話しているので、カツラをつけますということでウィッグをつけて、これは本番もこのまま行くんでしょうからね。こんなちょっと人間離れした格好させていただくの初めてかもしれないですね、こういう役の頃は。いやもうキングアーサーですもんね、エクスカリバーの話ですから、私たち世代は非常に慣れ親しんでいる話なので、さあそれをミュージカル化されるんだっていう、ちょっと楽しみですよね。僕この役はちょっと映像でしかまだ拝見してないんですよ。台本もこれからですし、ちょっと楽しみですよね、そういう意味では。いやもう同窓会なんて言っちゃ申し訳ないです。多分私最年長ですね、多分一番年上だと思うんですよ。だからただこういう仕事の一番の醍醐味は老若男女がもう横一列でこう仕事ができるっていうのは他の社会では決してありえないことだと思いますからね。先輩後輩っていうのはなきにして、年齢差がいろいろある人たちとご一緒させていただくっていうのはとっても楽しい仕事ですね、エクスカリバーの話ですからね。多分大冒険活劇というものが繰り広げられるのであろう。フランスバージョンは僕も拝見してるんですけど、華やかな冒険活劇でした。どうぞお楽しみにというところでしょうか。